い、エモコ発着リンゴです。今日は結構収穫がありましたね。ですね、ちょっとまた買うものがないかなと思ってたんですけども、仙台ですね、3週4週してましたら、ポータブルのですね、あの DVD プレイヤーがありまして、電源コードがなくて未チェックということで540円で売ってたんですね。でジャンクコーナーのですね、配線コーナーちょっと見てましたら、中に ISO のやつあったんで、それ刺しましたら普通に使えたんで、まあこれもゲットしまして、あとですね、いつも買ってるんですけども、10枚パックの CDR ですね、これも324円で売ってまして、あとはですね、ポータブル DVD プレイヤーのですね、外部入力で使えそうなやつで、なんかよくわかんない音楽プレイヤーがあったんで、それも買って、それが一番ちょっと今回高くて1000円で、あとはですね、2稼働充電器っていうんですかね、あの単3と単4が4本くらい入るやつがありまして、それ3個買いましたね。1個324円で、まあ、これも結構お買い得かなと思ったんで、相場的には1個だいたい、まあ1000円くらいはしますからね。まあ合わせてもだいたい3200円くらいでしたから、あまり高くはなりませんでしたね。あのよくわかんない音楽プレイヤーがちょっと高くて、1080円ですか、そちら高かったんですけども、それは、ポータブル DVD プレイヤーのちょっと配線目当てですね、買う予定はなかったんですけども、ちょっと配線が特殊で探してもなかったんで、それを買ったんですね。あとですね、1個忘れてましたけども、AGP のやつのビデオカードが108円ですね。これちょっと試しに買ってみたんですね。まあ、全然使う予定もないんで、一応コレクションとして買ってみましたけどもね。で、ちょっと今日迷ったのがですね、PS2 の、未使用キーボードですね、まあ、買おうかと思ったんですけども、化粧箱がちょっとものすごく汚くてですね、なんかボロボロという感じでしたね。中身は結構未使用品だったんで結構綺麗だったんですけども、箱処分しちゃえばいい話なんですけどもね。ま、迷ったのは今回それだけだったっすかね。あ、今日時間がもうちょっとあればいろいろ買ってたんですけどもね。3時前に帰らないと自宅まで、5時で着きませんからね。あとは動作チェックしてですけども、ポータブル DVD プレイヤーが普通に使えてたので、ま
まず問題ないかなと思いますね。大体未チェックっていうのは何か足りないためにですね、ジャンクということで、ポータブル DVD プレイヤーもめちゃくちゃですね、傷があったりとかで、ただ液晶画面は比較的綺麗だったんで、まあクリーナーで磨けば綺麗になるかなという感じだったんですよね。自分で使う分なんで別に気にならないなという感じでしたね。今日は結構いい買い物したかなと思ってますけどね。ハードオフさんとリサイクルショップの、お約束なんですけれども、その場で迷ったやつはとりあえず買っといた方がいいんですよね。次行った時まず在庫がなくなってますからね。あと今回ちょっと迷ったのはですね、その PS キーボードの他にツインファミコンが売ってたんですよね。ちょっと迷った理由としては値段がですね5400円とちょっと高めであったことと、あと電源コードがちょっとなかったんですよね。で電源コード 7.6V のプラス極なんで、ちょっとファミコンとはちょっと電圧もそうですけども違う感じでしたね。中華製の電圧をちょっとですね、切り替えられるやつがあるんですけども、それ使うとかじゃないとちょっと厳しいと思いますね。昔売ってたんですけどもね、3V からスタートして 3V、4.5V、6V、9V っていうのが確かあってですね、ファミコンのディスクシステムのアダプターとしてそれ使ってたことがあるんですけどね、今も多分あれ売ってると思うんですけども、あったらちょっと、買ってたかもしれないですけどもね。だいたいディスクシステムのベルトはまず切れちゃってると思うんで修理しないといけないんですけどもね。懐かしいと思っていろいろ買っちゃうとですね、また部屋のスペースに置けなくなってしまいますからね。DVD プレイヤーもちょっとですね、画面小さい感じだったんで、どうかと思ったんですけども、外部モニターとして使えば結構安い買い物かなと思ったので、レトロゲームのやつですね、ファミコン互換機であったり、あと MSX も持ってるので、ちょっとその動作検証に使いたかったんですよね。いろいろ漁ってるとちょっと1時間とか平気でそこの店過ぎちゃいますからね。時間帯だったらちょっとボートも行けると思うんで、ちょっとボートとですね、オフと大里ですね、あちらもちょっと見学してこようかなと思いますけどもね。仙台行くとだいたいハードオフさんで用事済ませちゃって終わりっていうパターンが多いですね。駅前とかもぐーっと見ていきたいんですけども、なかなかそういう時間もないですからね。さっき工事はしなかったですけどね。休憩中だったんでしょうかね。ちょっと石がすごいですね。
ひっくり返ってしまいましたね。まあ、充電器もちょっと動くかどうかなんですけども、まあ、動いたらですね、ちょっと父親が、ラジオの充電器使ってるもんで、それですね、ちょっとまあ上げようかと思ってますけどもね。324円ですからね。で、購入したものはですね、 Facebook と Twitter にちょっと写真撮って、上げようと思いますけどもね。比較的、まあ、安い買い物で、私家電買う場合はほとんどジャンクしか買ってませんからね。あとですね、レジ行きましたら後ろの方がですね、ジャンクだったと思うんですけども、プレイステーション3と2でしょうかね、ピンク色のやつ買ってましたけどもね、あれ1080円とありましたら、ありましたから、動けば結構ラッキーな買い物でしょうね。私はちょっとゲーム機はどうかなと思ったので、買ってもですね、1回だけ使って動いたっていうことですぐもう閉まっちゃうんですよね。使い道が要するに動けばいいやつ感じなんですよね。という感じで、まあ、終わらせますけどもね。で、ちょっと豪雨情報があったんですけども、なんとかいい感じで、晴れてきましたね。写真撮らないといけませんね。
通過してしまうんですけど、腹減ってですね、体調が良くないとチャレンジできませんね。まあ腹いっぱい食べても1000円超えませんから、まあいい感じですけどもね。暑いですね。家帰ったらちょっとまたシャワーでも浴びたい感じですけれども、相互通行ですね。さっき来た時とはまた、さっきやっぱりあれだったんですね、休憩時間だったんですね。もうちょっと橋が揺れてますね。もう怖いですね。
れますね。ちょっと怖いですね。ここは広くなっていいですね。ですね、もう3時になりますからね。ダンプもちょっと切ってたんですけど、あ、なんとかいけそうですね。油断しますけどもね。
ますね。カットします。失礼します。完食2個です。ちょっと見てきましたね。今日船橋をやってたんですけども、いや全くダメでしたね。久しぶりに行ったんで、まあ楽しめましたけどもね。こちらが、ゴートピア大里の方ですね。なんか私が一番人気を買うとですね、必ず万馬券が出てですね、当たらないんですよね。両方買っちゃった方が良かったと思うんですけど、
りあえずですね、テレトラック3本位と比べると、オフとオーサットの方が結構新しい感じでですね、なんか清潔感もあるんですけどもね、オフとオーサットは、まあ、完全分煙なんで、まあ、タバコ臭くないのはいいですね。テレトラック3本位の方は喫煙所の扉が開いてるんでですね、近くに行くとちょっとタバコ臭いんですよね。まあちょっと私はやはりこう水沢じゃないとですね当たらないのでちょっとダメかもしれませんね。ラーメン屋さん閉店になっちゃうんでしょうかね。1年、去年の10
12月くらいでしたから、まだ1年経ってないような気もするんですけどね。こちらでカットします。失礼します。